はい、ラピスラズリステークスということでやっていきたいと思います。秘密結社フェロミスハッチでございます。まあ、こちら中山のメイン、日曜日の中山のメインのリステッド競争芝 1200m 戦、短距離戦なんですね。まあ、短距離戦で、まあ、今回の、ね、土曜日のレースはちょっと内枠決着したんでね、内枠の馬にも収集を回しつつみたいな感じでね、予想をしていきたいななんていうふうに思っていたんですね。まあ、そんなわけでね、こういった形で予想をしてみました。まあ、ちょっとね、短距離戦ちょっと分かんないなって感じもある、展開一つで変わる部分が大きいんで、ボックス買いでいきたいと思います。まずはね、1投目が2番のエーポスネット競馬想定3番人気、まあ、半年ぶりになってしまうんですがね、素質も高い馬、距離短縮に期待されている馬という形でね、あの牝馬ということもあって筋量も軽めですし、狙ってみたいと思います。まあ、そして3番大勢アベニール、一昨年条件勝ちがね、冬の中山開催でした。まあ、その後ね、オープンに入ってから中山開催開幕週にね、一昨年勝ってるんですね。オープンに入ってからは、まあ、比較的時折3着に来るみたいなタイプになってますが、まあ、ここらでね、そろそろその一発を決めてほしいなと思っています。まあ、そして9番ロードアクア、まあ、前走 G1 ということを考えると陣営の期待は大きいのかなと思います。オープン特別相手関係も緩くなりますし、ここで一発期待したいですね。まあ、そして11番アスタールビー、まあ、前走3着と復調気配を見せました。そこから2ヶ月空けてね、ロードカナロア3区、比較的間隔を上げた方がいい決闘ということで狙ってみたいと思います。まあ、そして13番ヌッジェロ、まあ、前走崩れてね、立て直して中2ヶ月空けてきました。まあ、安定感のある馬ですし、間空けた意図ってのを考えてもね、ここも狙えると思います。まあ、そんなわけでね、今回はまあ5頭ボックスなら、まあ多分当たってくれるんじゃないかなということでやってみました。まあ、中京メイン G1 のチャンピオンズカップは、メインチャンネルフエガム TV で、その他ね、もろもろこちらの、フエガムスポーツの方で、あの予想上がっておりますので、合わせてね、チャンネル登録ご視聴よろしくお願いいたします。以上ハッチでした。